っつもいきなりだな。あら、いきなりの方が本気の力が試せるのではなくって？まあ、ほら、年頃の女の子同士が顔を合わせるたびに殴り合いばっかりなのもどうかなって、なんかいろいろと考えたりもしちゃうんだよね。強く、もっと強くって、私の生き方はそれでいいのかなとか、女の幸せとはとかさ。はあ、さくらさん、あなたのストリートファイトにかける情熱はその程度でしたの？あの方を前にしても同じことをおっしゃるのかしらね。え、あの方ってリュウさん、最近会った近いですわよ。そう、リュウさんですわ。近頃世界中の格闘家の方々と連携を取り合うことがあったんですけど、相変わらずで、今頃はまたどこかで修行されていますわ。リュウさんだったら話は別、会いたいし戦いたいよ。そっか、リュウさんは修行か。いいなあ、修行会いに行きたいな。なんて言ってみたけど、お金持ちのカリンさんだったらともかく、アルバイトの身の私がホイホイとあっちこっち行くわけにはね。すみません、店員さん、ぬいぐるみキャッチャーのところで暴れてる人がいるんですけど。おっと、お仕事お仕事。はーい、今行きます。お疲れ様でした。はあ、今日も終わった。お客さん相手の仕事は殴り合うより気を使うな。でも私の毎日ってこんな風に過ぎちゃっていいのかな。ストリートファイト楽しい、強くなりたいだけだったのが、だんだんそれだけじゃなくなって、先生になりたいと思って勉強して、バイトしながら赴任先を探して、働いて、多分そのうちに結婚したりして、最後にはおばあちゃんなのかな。あっと、ごめんなさって、リュウさん、どうしてこんなところに。ん、ああ、神月のお嬢さんに緊急事態だと呼び出されてな。大事な友達が悩んでいるということらしいんだが。いえ、それほどのことでは。なるほどな。だったら。悩み事、話を聞くよりはこっちじゃないか。は、はい。ほわ、たりゃ、強くなったな。技がよく練られている。悩みが成長につながったかな。はい、それだけの時が経ったんです。子供だって大人になります。
リュウさんは考えませんか？どれだけ強くなってもいずれは年を取って死んでしまう。一人ただ強さを求めて生きて死んでそれでいいのかって。弟子を取って次の世代に伝えるということか。だとしても俺はまだ未熟で弟子は。いえ、それもありますけど、子供を作って命をつないでいくことをです。確かに考えたこともなかったが、それも強さの一つの形か。はい、なんとなくですけど、そうやって未来につながる強さがある気もして、求めていたものが分かったというか、欲しいのはこれだったのかというか。命の強さかな。そうだな、君は君のやり方で強さを求めていけばいい。はい、求めます。って今すぐに赤ちゃん欲しいとか、そうじゃないですよ。求めるのは強さの道であって、私何言っちゃってんだろう。